俺が管理校だ。忘れないでくれな。まずは眼前の敵将兵を叩く。みんな気を抜くなよ。関東らは東の門を突破せよ。狙うは孫権一人。この者には構うな。覚悟しろ孫権。お前の首はこの酵素がいただく。おお、威勢だけはいいな。だがこの首やすやすとは渡さんぞ。活躍して俺の存在を印象付けないとな。何を心配しておるか。気負わず自分の任務に専念せい。な武勇、策の出番もありません。一人でのこのこ現れるとよく一緒も遅いぞ。今日打ち取ったぞ。我敵倒せ。手を隠してやるんだ。なあ落ち着いて対処すんだ。田舎武者の軍など恐れるに足り。守りを固め迎撃に専念せよ。突撃せよ。姿勢を上げて攻めかかるのだ。よし、次は常陽城を包囲する。周囲の砦を制圧せよ。包囲が完了次第常陽城を強襲する。城内の敵を押し出すぞ。ヤジは強い。そして今玉璽だって持ってる。なら天下を取ってもおかしくねえ。なんで親父はそうしないんだよ。昨夜将兵が俺の天下を守るのか。玉璽を掲げどう思って乱世を見せる。我ら孫権暗室に仕える。
のような企み、私には通用せん。関東たちは常陽城の内部を強襲せよ。準備を急げ。よし、ここは俺の見せ場だな。城に乗り込んで敵を慌てさせてやる。いいぜ、その調子だ。撃ち取ったぞ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。敵は混乱したな。今の俺に目立ってるよな。よし、ここらでよかろう。一度身を潜めるぞ。報酬は成功した。関東たちは常陽城の内部を強襲せよ。準備を急げ。よし、ここは俺の見せ場だな。城に乗り込んで敵を慌てさせてやる。いいぜ、その調子だ。撃ち取ったぞ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。
がここまで迫るとは。コウスケ、関東たちは常陽城の内部を強襲せよ。準備を急げ。よし、ここは俺の見せ場だな。城に乗り込んで敵を慌てさせてやる。いいぜ、その調子だ。なんてこった、やっぱり今日の風は。そんな、父様が
死んじゃったら。そう簡単に殺してくれるな。父上。まさかこんなものに命を救われようとはな。落葉で拾った玉児ですか。しかし勝ちに浮かれて増兵の矢を受けるとは、俺も衰えたか。策。うわっ。孫文大は今ここで死んだ。これより孫強はお前が束ねろ。ちょ、何言ってんだ親父。明日を開くのは若き者の役目だ。思うままにかけてみよう、策。